はい、そして次はどうするかというと、ここ2番目でしょ。1番目は仕組みを作るということね、で3番目はこれでしょ、営業戦略ちゃんと書きましょう。で大切なポイントはここが分かってても、これ戦略ですよね。どこを対象とするかでしょ。ここが分かってても実際に何やるかっていう戦術が見ないと動かないんですね。で実際に何をやるかっていう戦術がその営業戦術量、営業戦術量3倍というものですね。で実はこの3倍っていうのは必勝の数字と言われまして、これが出てきてここにつながって初めて戦略なんですね。でランチェスター理論ももともとがここから来てるんですね。あの市場選出の 26.1% 以上取らないといけないというのは他社にも3倍になるという数字なんですよ。だからこの営業戦術量、まあ、戦術量を3倍するというのは実はこれが本当の戦略なんですね。ここまでつながないと本当の戦略にならないんですよ。でそれをやっと10年間勉強して気づいたわけです。だからですから去年からね、そんなことばっかり言ってるかわかりません。それで次言いましょう。ではその営業戦術量3倍とは何かというと、それが皆さんの資料で言うとこのページですよね、5ページ見てもらえますか。どの資料でもページ数は多いだと思います。そういうふうに作ってます。で営業戦術量の中身ということで、1番はお客様を追い払っていることをやめるということですね。でこれはこの間の武田先生の講演で言うとどの部分ですか。書いちゃってるけど、これ何かというと、このお客さんを追い払うことをやめるっていうのは武田先生の講演で、4つのランクがありましたね。でいうと1番ですね、初段です。不縁をかけることをやめるということです。追い払うことをやめるということですね。または皆さんに言ってることだったらプールの穴を塞ぐということです、でこれが営業戦術量3倍に入るんですかということでいらっしゃいますが、一応入れてます。まあ土台ですよね。でこれこの一番最初のステップやらないでいくらお客さん集めても反感買うだけなんですね。かえって悪い評判が立つこともあるわけです。だからまずお客様を追い払っていることをやめるということが大事なわけです。そして2番目が何かっていうと、お客様を引きつける活動というんです。でこのお客様を引きつける活動っていうのは、先ほど出てきた4ランクでいうとどれになります。中段もしくは2番、好かれてきるですよね。あるいは引きつけるだから、まあ、先ほどおっしゃっていたよ。それも入るんですが、あでも3番も入るのか。そう、経営のプラスになる。どっちかというと3番に入ってくるんですね。だから俺ね、本当に武田先生読んでよかったなと思いましたね。あの僕自身の理解のレベルは正直言ってこうだったんですよ。でも実際の営業戦術度3倍の中身の2番目は何かというと、これ顧客、既存顧客にやることですけども、お客様の本業や生活に役に立つことをするということです。で、それもお金をかけないということです。だから1番は何かというと情報提供なんですね。お客様の役に立つような情報提供していくことが大事になってきます。だからお礼はがきもいいんですが、お礼はがきの次の定期込みですよね。有効事業を出していくということが、有効なお客さんにとって有効な情報を持っていくことが大事だと思います。だから武田先生はこの質×量の事情ということで、よくお客さんのところで訪問件数を増やすように言っていたでしょ。でそのために何作ったんでしたっけ。ちょっと今持ってませんけど、何作ったんですか。一人当たり、そう、ね、あのブルーのシートですね。あ、そういうのありますね、ブルーのシートです。でそれを作ったんですよ。でそれは何かっていうと、お客さんのところに飛び込み訪問してもお客さんに喜ばれるんですよね。で特に経営者っていうのはそういう情報必要ですから、別にそれだけじゃなくていいですよ、で私も首都圏で市場占有率 40% 以上取ってる企業に行ってましたが、やっぱり情報誌作ってましたね。でそれ持って毎月お客さんとか行きましたね。でお客さんにそれ説明するんですよ。お客さんに有効な情報提供ですね。で別名
カヤノさんチックリと戦争それが言ったかカヤノさんチックリじゃあでも本当は客層が違うんで言葉を選ばれてはい顧客教育話題ですちょっとねちょっと別の意味で話題になっちゃう顧客教育ですねそれでね面白いんですがお客さんは本当に自分たちのやらないことは知らないんですよね、っていうのは我々頭の中にプレートがあるでしょあの考え方のプレートも載ってるんですねだからそれにないものは発想できないそうですでこれ私ね非常に興味深いことを聞いたそうですが今の国会議員に国会議員を少なくすることが国民のためになるっていう考え方一切ないそうですね、一切ないそうですねだからあの丸山弁護士という方が自民党で議員になったじゃないですかで彼はやっぱり議員を少なくすることがこれからの政治家の一つの使命だっていうことをみんなに言ってね一切理解できないそうですねである意味では自分たちの足場を崩す考え方じゃないですかだからできないそうですねだから彼らは本当にでも政治改革ができないかもわかんないですよね何かというともうそういう考え方は頭のプレートなんですよねだからそのプレート変えないとまあパラダイムって言葉でいいですけどパラダイム変えないと変革できないんですねだからお客さんも自分たちの頭の範囲で考えていくんでやはり正しい成果を得ようとしたり効果的な成果を得ようとしてもできないんですよねだってあの三河さんのところの例で言うと典型的ですよねあの外部に発送委託するとお金かかるんですよね手間かかるわけですよなんでそんなわざわざただでやってることをねお金かけてやらないといけないのかっていう方いらっしゃるんですがそれでどうなってるかというと本業の戦力分散してるんですよねで逆にそれを外部に任せることによって本業に集中することによって高い成果を出すことができるんですねでそういう顧客教育をやってるんですね洗脳じゃないですよねだから怖いのはお客様は自分たちの頭の範囲で考えちゃうんですだから情報もそうでしょあのこの間のセミナーで武田先生言ってましたけど情報もですね情報を受け止める人の能力によってあの集められる情報は限られてくるんですねあのフィルターの外に重要な情報でも逃しちゃってるんですね、そういう意味では、自分たちは頭の中でやっぱり考えてるんで、そういう意味ではあの顧客教育なんかも必要ですでそれはあの自分たちのためにだけやってるんだったら洗脳なんですよでもそれを通してお客さんが成長したりお客さんのそれこそ本業に役に立ったりお客さんが生活でプラスになるんだったらそれは教育なんですよねでそういうためのやっぱり情報提供これも実は営業戦術を3倍なんですよでこういうものをいかに進めていきますかっていうことであの具体的にやっていただけたらと思いますでこれの露出上これの露出上をよりも3倍すると絶対に勝てるということですね、それでは、ここで皆さんに聞いてみたいと思いますが皆さんはどんなですねその2番目のステップ、お客さんの本業に役に立つお客さんの生活に役に立つような露出どんな感じでされてますかあのこんなことやった方がいいんじゃないかなというのを含めて紹介しちゃっていただけますかじゃあ先ほど あのピアもしくは3人でこの2番目のステップの露出量どんなのか紹介したいと思います。